ヨーロッパ企画のブロードウェイ名古屋。チンチコチン、どうもヨーロッパ企画で俳優やっております中川春樹です。チンチコチン、同じく中野宗則です。よろしくお願いします。すいません、はい、やりませんでしたそれ。チン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 みたいな。チンチンは言いましたよ。ありました。一緒じゃん。チンチンは熱いじゃないですか。はい。チンチコチンはむちゃくちゃ熱いです。チンチンの上がチンチコチン、うん、あ、最上級。はいはいはい。チンチコチン。そうですそうです。まあ、1ヶ月です。まあ1ヶ月、ね、あっね、まあ、4週か4週ね4週やってきました。ブロデー名古屋、で名古屋地域振興組合の組合員の皆様から寄せられたお便りがありますので、うんうん、はいはいはい、紹介しますね。ありがたい。まずラジオネーム恵比寿さん、いつも楽しいラジオドラマをありがとうございます。朝4時前になると自然に目が覚めるようになってきました、ね、すごいですね。体がね、合わせてくるよね。ライフスタイルがもう、ね、うん、名古屋道合わせになっているんですかね。そういうことですよ。私は生まれも育ちも三重県ですので、うん、ネタになるような名古屋情報って濃いものは無理ですし、前々回にまだ須垣屋も出てないしとか言われてたので、うん、いずれ出てくるかもしれませんが、やっぱり私にとっては須垣屋ですかね。そうだね。まだ幼稚園に入る前だったか、うん、母親の自転車の後ろに乗せられて、うん、近くにできたジャスコに連れられ、はいはいはい、そこのスガキ屋で食べたラーメンが多分初めて外食で食べたラーメンだったと思います。名古屋市民はもとより東海の人は初めてのお店ラーメンがスガキ屋って人は多いんじゃないでしょうか。もうそうかもしれん。うん、大人になった今はいろんなラーメン店がありいろんな味が楽しめますし、それはそれで美味しいんですが、結局幼い頃の記憶が刷り込まれているためか、スガキ屋を食べるとやっぱりラーメンはスガキ屋やにって原点回帰しますね、ということですよ。はいはいはい、はい、CBC で番組を持つという中川さんの夢、応援してます、ありがとうございます、ということです。はい、はい、やっぱスガキ屋ですか。スガキ屋ですね。僕もだからデートでスガキ屋行くとかさ、うん、高校ぐらいの時ね、若い子、中学高校ぐらいの時に、行ったりとかしてましたよ。あ、そうですか。はい、じゃあね、もう一つ読んでみましょうかね、はい、こんにちは、こちら名古屋地域振興組合神奈川支部組合員の長浜と申します。ブロードウェイラジオの名古屋道、そしてブロードウェイ名古屋、とても楽しく聞いております、そして中川さんの推しが強いけど憎めないキャラクターが可愛くて好きです、ありがとうございます。私自身は名古屋に縁がないのですが、このラジオを聞いてから名古屋が気になって仕方ありません、横浜のみなとみらいにもコメダがありまして、最近よく利用するようになりました。その店舗は真ん中にキッチンがあり、右側にコメダ、左側におかげやんというスペシャル店舗なのです。お一人様でもゆったりくつろげるスペースがあり居心地が良いです、横浜公園の時にはぜひともお立ち寄りください。わかりました。そして先日雑貨屋さんにコメダのミニチュアフィギュアが売っていました、中身は選べないので、はいはいはい、どれにしようかな、中川さんの言う通りで選びましたよ。ブレンドコーヒーのカップとソーサーのフィギュアが入ってました。可愛いですよ。ブロードウェイ名古屋が1ヶ月と言わずもっと続きますように。いやー、ほっこりするな。ちょっとだいぶ盛り上がってるじゃないですか。ちょっとそうですね、ありがたいねえ。おかげやんは名古屋コメダの、別なんつうのかな、ちょっと和風のコメダみたいな、コメダがやってる、そんなのあんの。ありますあります。できる限り読んでいきます。はい、ラジオネームヒロさん、ブロードウェイ名古屋、なぜかドキドキしながら聞いています。組合員の方から名古屋のディープな情報が欲しいとおっしゃっていましたが、私は埼玉に住んでいて名古屋にも数える程度にしか行ったことがなく、ディープな情報を持っていません、しかしブロラジから続く名古屋道全部聞いています。ありがたい。純粋な気持ちで名古屋を吸収中です、このような私でも名古屋地域振興組合の組合員に認められるでしょうか。もちろんですよ。埼玉支部はい、埼玉支部、はい、ヒロさんは埼玉支部です。あ、そうですね、はい、そうなんです、名古屋道の継続と地域振興組合の発展をお祈りしています、すごい熱烈に ね応援総司が、ラジオネームこれてんちゃんさんですね。チン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 、中川さんおはようございます。おはようございます。長野さんにはイエローカードです。
ダメです、ね、下ネタはいきません。そうね、うん、名古屋の人は多分チンチンがチンチンとは言わないと思う、ね、ということですね。その通り、その通り。組合員の天ちゃんでした。そうですね。ありがとうございます。はい、そして、ラジオネーム三日月さん、これ福岡市の方ですよ。福岡支部。これ名古屋情報ではありませんかということなんですけども、うん、最近の一番の楽しみはブロードウェイ名古屋を聞くことです。毎週待ち遠しいです。もっともっと聞いてみたいですね。ブロードウェイ名古屋の舞台化なんて密かに思っています。はあ。ということですね。やりますか、二人芝居。うわー、来たー。天野天外にね、演出してもらって。うわー、それは魅力的になるね、ガゼンと。ね、乗ってくれるかな、ね、名古屋の、ね、小劇場、うん、ねね、代表する巨匠ですよ、はい、天野天外さんに、ね、少年王者館の、はい、うわ、ちょっと三日月さん、余計なこと言わないでください。ありがとう、ありがとうございました。組合員の皆様、ね、終わってまうな、ね、うん、ではね、あの、ラジオドラマのコーナー行ってみましょうか。そうですね、こちらだから名古屋道のこの特別編ですけども、うん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 、最終回と結婚式に出向いた、宮崎の男、長野の最終回です。それでは、はい、開演いたします。幼なじみの結婚式に出席するため名古屋にやってきた僕になぜかついてきた中川は、招待状がないので受付で門前払いを食らい、式場のロビーにてふてくされた表情で僕を待ち構えていたのであった。はあ、お待たせしました。いやー、いい結婚式でしたよ。はあ、いや、新婦のお父さんの挨拶泣けた。ずっとここで待ってたんですか？いやいやいや、仕方ないでしょ。あなた招待状持ってないんだから。何を口とんがらして。違うし。いや、何が違うんですか？別に普通だし。いや、口とんがらせてるじゃないですか。こういう顔だし。いや、その喋り方やめなさい。恋人じゃないんだから。手ぶらですか？いや、手ぶらじゃないでしょ。これほら、引き出物。いや、さ、葬式替えじゃないんだから、そんな小さな紙袋一つ持って。いや、葬式とか縁起でもないやめてくださいよ。ええ、ひょっとして、ここ宮崎ですか？いや、名古屋ですよ。名古屋の結婚式出てそんな状態、世も末ですよ。いや、それ、いや、僕も隣の席の方に聞いたんですよ。名古屋は派手婚なんですよねって。でも最近はそんな派手な結婚式やってる人はいないみたいですね。ほら、これ引き出物はこれカタログギフトだし。そうなんです。いやー、期待してたのにな。いや、人が出た結婚式の引き出物に期待しないでくださいよ。まあでも確かに名古屋の結婚式が派手だったのなんてもう何十年も前の話なんですよね。何十年も。僕の父の世代でももう数えるくらいしかなかったそうですよ。あ、そうなんですね。例えば誰かが結婚するとなると、新婦がその新郎の家に入るときに屋根とか窓からこのお菓子をまくんです。だから、まあ、それを目当てに町中に噂が広まって、近所の人が集まって、もうお祭り騒ぎ。個人情報ダダ漏れですね。あと、その嫁入り道具を紅白の幕で飾ったトラックに積んで運んで近所の人にお披露目したい。家具のお披露目必要あります？まあ時代の流れでしょうね。今や核家族化も進んでみんなマンション住まいだし、大きな家に住んでるようならいいですけど、嫁入り道具のタンスとかそんな大きな家具入れないし。ああ、そうか。見えっ張りというか、そういうところはすごく名古屋っぽいですけどね。確かに昔は名古屋で娘が3人いたら家が傾くって言われてましたから。いや、そこまでしなきゃいけなかったんですか？娘に恥をかかせるわけにはいかないですからね。親心ですよ。引き出物も新郎新婦の顔写真付きのお皿とか名前入りの風呂敷とか。いや、いらないでしょそれ。あとティーカップやら花瓶やら灰皿やらお盆やら。そんな重たいものを持って宮崎帰りたくないですよ。重くてかさばるものが良いとされてたんです。いや、迷惑だな。いや、片手で持てるようでは恥ずかしくて両手に持ちきれないほどの引き出物が良いとされていました。それが今やカタログギフトですもんね。まあそういう文化も時代とともになくなってきてるわけです。なるほどな。寂しいことだとは思います。いや、お金をかけたらいいとかそういうわけではなく、名古屋らしさみたいな他の地域にはないそういう特色が失われていくのって残念じゃないですか。日本中どこもかしこも同じだったらつまらないでしょ。まあ確かにそうかもしれないですね。僕はそういうね、文化を守っていきたい、そしてそれを子供たちに伝えていきたいんです。なるほどな。まあだからこそ我々名古屋地域振興組合が頑張って
世界をすべて名古屋に変えていく世界総名古屋化計画をこう推進していって、待って、何ですか。いや矛盾してません。なんでいや、すべてを名古屋に、地域の特色が失われていくのが残念とか言ってたでしょ。違いますよ。名古屋の特色が失われていくのが残念と言っただけで、他の地域がどうなろうと知ったこっちゃないですよ。いや、日本中どこもかしこも一緒はつまらないって。いや、だから日本中が名古屋だったら面白いじゃないですか。いやいやいや、あっぶね。やっべ、うわ、一瞬共感してた。やっあっぶね。いやー、今回また志を新たに頑張っていこうと思いました。長野様のおかげでいい時間が過ごしましたよ。最悪だ。早く宮崎に帰りたい。そして宮崎を名古屋にしたい。うわ、最悪だ。うわ、これ最悪や。この後ゴミ取りというお店で名古屋飯を腹がはち切れるほど食べた。確かに美味しかった。だが限界がある。もう当分手羽先は食べたくない。そして名古屋を案内してあげたからという理由で奢らされた。名古屋の良さを広めたいという中川に言いたい。お前のやってることは名古屋のイメージを下げている逆効果だぞと。はい、聞いていただきました名古屋道 ね、長野が名古屋に行く編ですよ、はい、最終話でございまし た、結婚式のお話だったということで、ね、どうするんですか結婚するときは。中川さんは、まあ、普通に地味婚じゃないですか。地味婚ですか。はい、名古屋でやるんですよね、もちろん。いや分かんないですけど。分かんないですか。結婚式自体やらないんじゃないですかね。うわ、かしまきそうやな。ちょっと同一人物やってほしいな、なんかこの。そうか、地域そこと、ね、今ちょっと帰りすげー冷めてないこの人。今ちょっとラジオドラマやってる間にちょっと冷めちゃった、ね、一瞬ねえ。そりゃそうだ、派手婚やるに決まっとるわね。派手婚やってほしいよ。やるに決まっとるわね、名古屋で。お願いしますよ、ちょっと。歌詞幕に幕にみんな集まってくれなかんに。派手婚でお願いしますね、ちょっと。やるに決まっとるかね、そんなもん。ちょっと信じられないですね、びっくりしましたね。ちょっと聞きたくないし、なんかマジなトーンでさ。頑張ってやってたのに。違う、もう自分がさ、結婚するっていうのはもう考えられない。僕らスタッフいますよ、はい、いっぱい今これ、はいはい、変わってるスタッフが5人ぐらいいますけど、はい、いますね。みこし担いでるんですよ、中川さんを乗っけて。誰も乗ってなかったね、今ね。びっくりしました。全4回どうでしたか。終わってまった、ね、あっという間だった。せっかくさ、ご褒美もらったのにさ、終わってまった。無駄遣いした気持ちで。無駄遣いした。どう、なんやこれ。せっかくさ、編成の部長からさ、もらったご褒美をさ、こんなことある。なんかすげえもったいない気がする。変な使い方した。うわ言っとくことないですか、ちょっと。いや、ちょっとCBC さんもちょっと続けたいな、これ、うん、ああ、そのね、もうちょっと続けたいな、これ、はい、やっぱ4回じゃどうもね、4回では、うん、それでは、告知、あ、それ告知、はい、あの一応公演の宣伝なんですよ、これ。そうでした。そこさえやらんくなったらもうやばいよ。俺らやばいって。まあ公演あるよってことでいいんかね。9月4日ですよ、場所はどこですか。東文化会館です ね、名古屋のね、そちらでありますんで、はい、9月4日水曜日14時と19時です。2回公演です。よろしくお願いします。はい、それではヨーロッパ客の中川春樹と長野宗則でした。さようなら。